文化系トークグランパンパパスですはいこれはね本当にベスティとしての b ーファーストのファンとしての雑談的な動画になりますね。ニュースとかでもなく供給的なところでもなくっていう形ですけどやっぱね b e f i r ストが7人決まってからでもちろんその育成生としてるい君とラン君とれい君が決まってからで翔太君がアーティスト契約になってからで他にも直樹君とかね大樹君とか俊介君とか天君にしてもそれぞれの活動が できるよううになってからっててかからいそもそもオーディション中にね直樹君たちはもうすでにね発動もしていましたしなんか本当にいろんなことも含めていろいろ新しいオーディションだったなっていうところが本当に感じていますいわゆるその今までの韓国初のオーディションとは全く違うところっていうのもありつつでまああのシステムとかでそういう模倣している部分っていうのも最初のうちはあるのかなって思ったんですがふた開けてみたら本当にオリジナリティ的なオリジナルなものだったなっていう気が 気がするし本当日本独自のカルチャーになっていくだろうなっていうのが本当に思いましたね。であの実際 デビューというかまだプレデビュー段階でどんな感じで出ていくかっていうかどのぐらいその供給みたいなまあ供給っていうのはその動画だったりとかインスタだったりとかいろいろなそういう彼らのねそういう動きを言うんですがそれは BE:FIRST だけじゃなくていろいろなね k p o p とかまあ日本のアイドルでもそうですけどもねそのいろいろなコンテンツ的にね私たちが見て楽しむためのものがたくさん出てくるとそうすると供給が多いっていうね。 逆にあんまりそういうのが出てこないとあれ全然供給がないじゃないみたいなそんな感じの言い方をオタク界隈ではしたりしますね。であの供給がねめちゃくちゃ多いうんコンテンツが多いこれは素晴らしい本当にあの実際ねあのプレデビューをしたといってもどのぐらい動けるのかっていうのが正直わかんないまあどのぐらい動けるかっていうよりはどのぐらい動いてくれるのかっていうのがわかんなかったんですけど 本当に初日からどんどん動いてくれまして YouTube も上げてくれましてねあの日テレさん中心にテレビにも出てくれましてねしかも YouTube の「シャイニング1の YouTube にコメントまでメンバーがコメントまでくれるっていうねそういうサービスぶりですよこの感じは今までの日本のグループにはなかったですね本気でやろうとしてるなっていうのがマジで思いますこれは素晴らしいと思います でタイトルにおそらくねスタートダッシュは果たたたしして成功かかどうかみいいな感じのこととを書くと思いますやっぱりねオーディション番組から出たグループっていうのはそのオーディションがピークっていう形のそういうことを言われがちなわけですよ実際その盛り上がったのがオーディションが一番でその後下火になっちゃうっていうパターンっていうのもなきにしもあらずというかそういうパターンも結構あります ただオーディション自体がそんなに盛り上がっていなかったけれどもグループデビューしてからあの人気が出てきたっていう形で言うと有名な k p o p グループのねガールズグループ TWICE なんかはまさにそうだったりするわけですけれどもねなあそういうグループもありますが大体はそのやっぱオーディションの時がピークでだんだんこう盛り下がっていっちゃうっていうのが普通だったりはするわけですが それを防ぐためにはいろんな供給を出していかなきゃいけないわけだけどそれがまあスタートダッシュとしてやっぱり重要なわけですよねで一番重要なのが MV の再生回数これがやっぱり1000万回再生いけばっていうところの話があって今もね結構だいぶ1000万に近づいててこの動画撮ってる段階だとまだいってないんですけどまあ今後ねあの今,今日のうちにいけるかどうかまあいけなかったとしても月曜日火曜日くらいにいけるかどうかできればね日曜日の土日で1000万回再生 1,000万いくとすごく幸先が、幸先がっていうか、ちょっとまとまりがいいんですけどもね。まあ、あの、でもそこね、YouTube の方の、うん、数字の反映される時間帯というのが謎だったりするもんでね、そこばっかりはどうも。 何でもまあ1,000万は必ず行くだろうとは思うし800万回900万回1,000万回っていうねこう数を刻んでそこでダンス動画出してくれたりっていうところもねすごくいいですねそういうサービスが行き届いているからそうなってくると私たちもね再生回数を回すっていうところにもすごくねあの気合が入るっていうことですねうんまあそれもあります。 で、あのー、今後、やっぱりね、いろいろ出てくると思うんですけれども、まずね、スタートダッシュとしては、成功、大成功したんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりね、ベスティの皆さん、私もベスティの端くれですけれどもね、思いが強いと、ここはね、本当に感じています。なんかね えっと、他のオーディション番組で、まあ、ちょっと名前は出さないことにしておきますけれども、そもそもオーディション自体がだいぶ荒れてしまって、で、デビューした時も、なかなか、とある事情ですぐに活動もできなかったし、どっちかっていうと、あの、投票制のオーディション番組になったりするものだから、結局そこから、あの、わけわかんない、あの、いわゆる SNS とかね、まあ、亡霊、うん、亡霊というよりはね、 うん、私の言い方ですが悪霊とか音量っていうふうに言ってますがねまあいわゆる自分の推しがデビューできなかったからあのわけわかんない下げ的なコメントを出したりとかそういう人たちがまあ結構いちゃったりとかそういうするところがあったりそういうパターンがあってねまあだからそういう部分もあるんだけど うーんとねまあ、でも、THEFIRST に関してはそれがなさそうだと。まあそうですね。中にはいるのかもしれませんが、目立っていないというところではあります。まあ日本国内ではね。で、えっ、ー、と、実際、シャイニング1の MV が人気急上昇の音楽、あの1位をずっとね、本当にずっと獲得してますわ。これは本当に素晴らしいことなんですよね。で、ここに対して、例えば、他の界わいとかから、まあ数は本当 本当に一握りなんですが時々変な反応をしてくる人がいるっていうのはこれはもう致し方ないところではあります。でこれは本当に私として一番大事だと思っているので何回でも動画でもあの言わせていただいておりますがそういう変な変わった考え方を持つ人たちまあ俗に言うアンチみたいな感じとかあとそういうあの何でしょうね下げてくる連中マウント取ってくる連中とかまあ日本のアイドルさんでも k p o p 界隈でももしかしたらいるかもしれない。でそういう 人たちが万が一奥が一いた場合無視するっていうことですねまずはね先ほど音量とかね悪霊っていう言い方をしましたが。 いわゆるあの私はあのホラーゲーム実況が好きなんですがそのホラーゲーム実況の第一人者であるガッチマンという YouTuber さんがねゲーム実況者さんがいるんですけれどもまあだから基本的にあ,のあいつらはねこうなんか近づくと寄ってくるみたいな感じだったりそういうことを言ってたことがあってねってことはそういう音量や悪霊みたいなものっていうのは無視しとけば寄ってこないので、うん、でまあ結局ねあの普通に考えたら分かりますがね悪霊とかに関わっていいことなんか 1> 1個もないですから基本的にはあのスルーしておけばっていう形ですね今の段階では。なんかすごい変なことやってくるっていうかそういう連中が出てきた場合にベスティで力を合わせて真実を伝えていくっていうことは必要になってくるかもしれませんが今現状だとまずはベスティの数を広げるっていうところとまあ「シャイニング1の MV の再生回数を中心にしていろんなコンテンツを伸ばすっていうことまあその拡大していくっていうことに対して制限 専念すするっってていいいいううののががかな気します今のところ湧いているようなそういう、まあ、いわゆるアンチみたいな人たちっていうのはごく少数だと思うのでそこに関してはまだ大丈夫かなと。で コラボ動画をね撮らせてもらったマルユンさんっていう方もいってらっしゃいましたしあと私が好きで結構見ているジュジュランドさんジュジュワールドさんっていう韓国人の親日家の,あの日本語が上手な韓国人の YouTuber さんいらっしゃるんですがその方があの韓国でのちょっとなんかよくわからない連中が動画上げてるっていうところについてあの説明をしてくださっていたんですが、まあ、そこに対してもあの、まあ、ジュジュさんも同じで基本的には無視をするっていうのがいいんじゃないかということを言っていらっしゃいます ねあの JOJO ジジさんはすごくねあのイケメンであの優しい言葉遣いの方なんでぜひぜひあの見てあ,あげてほしいんですけれどもねあの私よりも全然あの上の方の人ですけどもね上てのねあの要するに YouTube としてのその格がってことですけど、まあ、格ってのもないんですけどね YouTube なんかにね、うん、なんかっていうのはちょっとあれだけどはい。<laughs> はい、まあ、そんな感じでございましてね。まあ、こんな雑談でございました。日曜日の夜でね、まあ、いろいろと、うん、やっぱり、BE:FIRST を追っていて楽しいことが多く、喋りたいことも多かったりするんですがね、職場ではなかなか、うん、職場はね、ジャニーズのファンの方とかね、それから、あの、あれですね、K-POP のファンの方は結構いるんですがね、まあ、方っていうか、まあ,あ、後輩だったりするけど、うん、まあ、でもなかなかやっぱり BE:FIRST お話はできないので、こういった皆さんとお話をするっていう形が、一番私にとっての癒しでもございますということで、まあ、情報共有だったりもしました。 まあ、いろんなオタク界隈とか、まあ、女子グループも含めていろいろな人たちちょっとは見てきた方だと思うので少しねこういう情報が共有できれば何かの役に立つかなっていう感じがいたしまして、まあ、だからあの今後万が一出てくる可能性のあるアンチみたいな連中がもし何か自分らにつってきた場合に基本的には今は無視をしておくべきかなっていうのが私の考えだっていうことを改めて述べさせていただきましたそしてスタートダッシュ的な部分で言ったら、まあ、大成功したんじゃないかなと思いますね実際 MV の伸びもすごいし 反響もすごいもんねてな感じですよ、はいえー、では今回雑談になりましたがよかったらチャンネル登録お願いいたしますでは失礼いたします言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした